抑うつ性パーソナリティ障害はメランコリックパーソナリティ障害とも呼ばれる憂鬱で抑うつ的な特徴と認知を示すパーソナリティ障害の一類型である。初めて登場したのは DSM2 であり DSM3 において診断基準から除外された。DSM4TR では付録 B の研究用基準案に記載されており、 正式なパーソナリティ障害のカテゴリーには分類されておらず特定不能のパーソナリティ障害の解分類として記載されている。抑うつ性パーソナリティ障害気分変調性障害と区別する必要があるかということについて議論があり、異なった診断基準の案が示されたものである。英抑うつ的な認知及び行動の広範な様式で、 成人期早期までに始まり、種々の状況で明らかになる。以下のうち少なくとも5項目によって示される。通常の気分は、憂鬱、悲観、快活さのなさ、喜びのなさ、不幸感が優勢である。不適切さ、無価値観、及び低い自尊心についての確信が、自己概念の中心を占める。自分に対して批判的で自責的で、自分で自分をけなしている。 くよくよ考え込み心配してしまう。他の人に対して拒絶的、批判的、非難がましい。悲観的である。罪悪感、または、自責感を感じやすい。B 大鬱病エピソードの期間中に飲み起こるものでは、なく、気分変調性障害ではうまく説明されない。アメリカ精神医学会、精神障害の診断と統計マニュアル。 4TR これは大鬱病エピソードのような期間中にのみとしては起きるものとは異なり気分変調性障害では説明できない否定的な考えに浸り続けるなおパーソナリティ障害の診断は特定のパーソナリティの特徴が成人期早期までに明らかになっており薬物やストレスなど一過性の状態とも区別されており臨床的に著しい苦痛や 機能の障害を呈している必要がある。ありがとうございます。